雨模様のアンフィールドでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、リバプールがマンチェスターシティと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。今日のホームチームですが、今シーズンは非常にいい守備を見せています。しっかり守れれば安定した成績が期待できますからね。ディフェンス重視の監督の意識がチームに浸透しているんでしょう。こちらがリバプールの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。さあキックオフ、リバプールがボールを動かします。ヘンダーソン。ホームチームはプレスをかけて相手のミスを誘うことで有名ですね。非常に有効な戦術だと思います。プレスをかけ続けられると焦りから細かいミスが出ることがありますからね。もちろん体力的には厳しくなりますが、最後まで続けられれば勝利の可能性は高まるでしょう。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ルカ・モドリッチ、うまくボールを奪った。ボールをはっきりクリアしたい。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。サイドをえぐって中を見る。ワイナルド、クリアが小さい。どうする、またもピンチか。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。前半14分、先制点が生まれました。ロベルト・フィルミーノ、モハメド・サラー、相手に当たってコーナーキックになりました。モドリッチのコーナー、カイ・ハフェルツ、サディオ・マネ、ロベルト・フィルミーニョ、惜しくも同点ゴールなりません。ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません。チャンスを逃したことについて監督はかなり不満なようですね。悔しいでしょう。ロバートソン、ダビド・アラバ、ヘンダーソン、
リバプール、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。クロスを蹴るか、クリアできるか、しっかりキープしています。いいタックルだ。ボールをキープしました。見事なパスカットです。マネ、ここはしっかりクリアされました。ビルヒル・ファンダイク、ワイナルドゥム、ロベルト・フィルミーノ、いいカットです。スルーパス通るか、エデルソンが防いだ。いやー、これは PK です。リバプールに PK、 絶好のチャンスを獲得しました。ここはペナルティーキックが与えられます。さらにイエローカード。 PK を与えたのは軽率でしたが、レッドが出なくてよかったですね。あとはキーパーに任せるしかありません。これは高いか。 PK のコースを狙いすぎたのかもしれません。ジョーダン・ヘンダーソン、ワイナルドゥ、ロベルト・フィルミーニョ、フィルミーノがスルーパスを狙いました。ファーにボールを入れた。前方に運びました。ロドリゴ、ボールを取り戻しました。ここは激しいプレスを見せます。ここまでのポゼッション率を見れば、リバプールがボールを支配していることが分かります。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボール。見事な視野です。スルーパスを出した。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。ダビド・シルベ、ボールはサイドの選手へ。アグエ、走り込む味方にアグエロのスルーパス。マンチェスター・シティのスローインです。ラヒーム・スターリング、あっとこぼれた。スローインもう一回です。シルバが行きます。アグエロ、シルバ、キーパーがキャッチしました。There will be a minimum of 3 minutes of モドリッチ、トレント・アレクサンダー・アーノルド、シルバが行きます。うまく読んだインターセプト。ロドリゴ、ダビド・シルバ、このパスは。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半はいかがでしたでしょうか。意図は見えていましたが、どちらもおとなしすぎですね。さあ、後半残り45分の開始です。現在はマンチェスターシティがリードしています。カイ・ハフェルツ、ロドリゴ、フェルナンジーニョ、フェルナンジーニョがボールを失いました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、リバプ狙った、同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。
マンチェスターシティの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はチェルシーが相手です。プレミアリーグでの対戦ですね。これは展開を読むのが難しいゲームでしょう。リバプール、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。これは見事に奪いました。モハメド・サラー、ここはエデルソンが見事に止めました。シルバです。ダビド・シルバ、絶妙のスルーパス。スターリング、アリソンのセーブ、まだインプレーです。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。ナビケイター、モドリッチ、カイ・ハフェルツ、ベルナルド・シューバ、アグエロ、相手に渡ります。ボールはサイドの選手へ。サラーが待っている。いいクロスでしたが惜しくも合いません。ここはうまくボールを取りました。クリアしてピンチをしのぎます。中を確認したい。トレント・アレクサンダー・アーノルド、モドリッチ、モドリッチ、キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。交代です。サポーターの大きな声援を受けピッチを後にします。ゲームを支配していましたね。マン・オブ・ザ・マッチの候補でしょう。モドリッチのコーナー、これはクリアしきれないか。同点も狙ったシュートが入りません。ロバートソン、前線の選手が下がってボールを受けます。ナビケイター、ワイナルドにパスをカット、いい読みでした。モドリッチ、ダイビングセーブ。マンチェスターシティがボールを失いました。リバプールがボールを持ってからもう10分以上経ちました。何度もチャンスを作り出せているし、この流れなら同点に追いつく可能性もありそうです。ただ時間がないので、もう一段プッシュした方がいいですね。ラヒーム・スターリング、このパスは読んでいました。いい形でゴール前まで持ってきました。これ以上ない、スターリング、シュートは惜しくも決まらず。こういうチャンスをしっかり決めておきたいですね。この選手、今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。モドリッチ、サイドへパス、横に展開してきます。ワイナルディ、クロスが入りました。このシュートはブロックされました。試合の終盤になってコーナーのチャンスです。なんとか同点ゴールを決めたいでしょう。ボールを入れました。
このシュートが決まらなかったのは痛いですね。とても大きなゴールになり得ただけに悔しいでしょう。一刻も早く追いつきたいところですから、これには監督も不機嫌になるでしょう。カイ・ハフェルツ、カイル・ウォーカー、リバプールサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。試合も終盤ですが、1点ビハインドのこの状況を覆せるでしょうか。パスは通りません。ディフェンスにカットされました。ここはクロスのチャンス。カットされたが奪い返せるか。笛が鳴ってタイムアップ、試合が終了しました。いや福西さん、悪天候も何のその、素晴らしいゲームでしたね。面白かったですね。スタンドに足を運んだ皆さんも来てよかったと思っているでしょう。